はい、どうも今回のご視聴ありがとうございます。スパイダーマン実況パート5をやっていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。ということでね、ここの何かどれかをねちょっとしていこうかなと思います。フィーストのトラックが立ち往生。みんな食料待ってるよね。助けに行こう。これ行きましょう。ファストトラベルはあるかな。ここにファストトラベルしていこう。このね、ファストトラベルもすごい早いんですよ。なんだ。ソフェリーナ、どうすんだ。フィンの家族の修理店がミッドタウンにある。いつもあそこで作業してたんだ。運が良ければまだ使ってるはず。それよりも電話して話す方が早くない？そうは思えないな。橋にいたフィンはまるで別人だった。なんでこんなことをしてるか調べなきゃ。そっか、まあ思った通りにしろよ。あとだな。ドライバーと話してみよう。マジで助かったよ。年末年始の料理運んでたら雪にはまってさ、みんな食べ物待ってんだ。手伝ってくれる？オッケー、雪から出せるかやってみるよ。オッケー。ここからスパイディならスノープロブレムって言いそう。あんた最高、抜けた。物理に感謝して。さあ行ってらっしゃい、頑張って。マジかよ、寒さでバッテリーが上がってる。それも多分直せる。エンジン吹かして。死ぬほど助かった。もう行け。さあ行け、みんな頑張れ。料理が来ればみんな喜んでくれるはず。おい、ちゃんと止まって。あれって配達リスト？住所必要だよね。え、待って、落としてる？もしかして。ドライバーにリスト届けなきゃ。で、きっとこれないと困るよね。急ごう。持ってってあげないと。だいぶ遅刻なのかな。すげえすげえ。あ、いたいた。ねえ、住所のリスト忘れてるよ。これ必要でしょ。それじゃ気をつけて。マジ助かった、金メダルあげたい気分。おい、上見たらダメ、上見たらダメ。危ない危ない。手こずったけどミッション完了。ここだね。板が張り巡らされてる。なんだか切ないな。忍び込めるところを探そう。目立ちたくないしね。あったあった。空き家だったのか。中に侵入。あ、証拠となりそうなものがあるね。リックの ESU の教科書。日中お店にいられるように夜間コース取ってたよね。ほんとがむしゃらでさ。電気つけっぱなしだ。あるね、なんか。これ薬かな。 GCSF 骨髄を刺激する薬って書いてある。誰のだろう。エラスターリングのロクソンの ID。でも写真はフィンだ。フィンはロクソンに忍び込むつもりだったのか。これ以外に。ニューフォームのチームが全員病気に。待った、リックがプロジェクトリーダー。
まだ証拠がなんかあるか。あ、僕なんか怪しくない？なんかあるな。何か取ってないのがありそうだな。絶対レンガの奥の部屋に行く方法があるはず。3世代にわたって経営してきたんだよね。どっかになんかあるはず。スパイダーマンのこの力で破壊できると思うんだけどね。あ、できるじゃん。やっぱあれか、キーイベント見てなかったからか。なるほど、ここが秘密の部屋か。動画ファイル、6ヶ月前のだ。テストアップロードを実行。半数が病気だが、クリーガーはニューホームのせいじゃないって。今夜結婚しよう。貸して。まだ早すぎない？今夜やるんだ。今日ハーレムに着工した。予定より早く。街を汚染して金儲けね。手抜きばかりして安全報告を無視してる。俺の研究を悪用させるわけにはいかない。わかった。まずはコアをフラッシュしてデータを消去する。もう同じものは複製できないんだよね。ああ、ジャージーにある予備物資も破壊してしまえばな。俺以外ニューホームの仕組みがわかるやつはいない。プロジェクトも否決される。録画する。失敗したら動画をビューグルにアップするよ。完璧だ。ニューヨークを救うぞ。救おう。もう一つ動画が。くそ、アップロードされてない。携帯が壊れたんだ。何はしない。約束だよ、リック。ニューフォームのプロジェクトを阻止しようとしたけど、計画が狂ったんだ。最後にスマホがあった場所を追跡すれば。欲しいものが。ほら、早く。消えて。お願い。あいつに姿消せるの？姿消えた。いきなり姿消すとみんなパニクるよね。やっぱそうだよね。落ち着くまでステルスは危険。警戒してる。お前ら、コンピューターに奴を近づけるな。ああ、行け。おや、無音アラームでも作動させちゃったかな。オッケー、二人で、オーラベノンパンチ。もう一発ベノンパンチ。まだかなり警戒してんな。落ち着かせなきゃ攻撃できない。あー、間に合わった。
オッケー。よし、コンピューターに戻ろう。フィンのスマホを見つけられればリックに何が起こったか分かる。ティンカラーになった理由も。よし、場所ゲット。ガンケに情報をアップデートしなきゃ。よ、フィンの店で何か見つけた？うん、フィンの動機が分かった。お姉さんに良くないことが起こったんだ。マジかよ。リックはロクソンの従業員でニューホームプロジェクトのリーダーだったんだ。さっさと動けよ。しかもそのせいで病気になった。サイモン・クリーガーは安全だって宣伝してたろ。真っ赤な嘘。フィントリックはリアクターの試作品をシャットダウンして開発を阻止しようとした。その後は？わかんない。今はね、フィンがスマホに動画残したけどラボでなくしたみたいなんだ。今からゲットしに行く。相談したいことがあればいつでも電話しろよ。ありがとう。ぬぐぞサバにはしごの。ガジェット強化ができるので、これいいな。これもいいよね。リチャージ速度が上がる。これホロドローンの攻撃力アップは魅力的だわ。スキルポイント、これをするにはニューゲームプラスでアンロックかってことは1周目ではできないってことか。これもそうだよね。なるほど。じゃあこれ覚えましょう。どうも。雪がすごい降ってきた。ロクソンリサーチラボ、ニューフォームのプロジェクトが始動した場所だ。フィンのスマホが中にあるはず。あそこから入れそうだな。それではちょっと侵入します。光電圧シールド、動力源はどこ？標準のロック。ちょっとまずこいつらを倒します。でよし、それじゃビルの中に入ろう。ああ、これ使えたのか。電力チャージできるなら逆に電力抜き取れたりしないかな。あ、そうだよね、確かに。エネルギー吸い取ったら壊れた。お、うまくいってびっくり。お、入れる入れる。侵入成功。やった。すげえ。武装警備だらけのラボに侵入か。今年のクリスマスはかなりスペシャル。家でゆっくり昼寝してゲームプレイしまくってクリスマスクッキー食べまくってたかったな。どれだ？これは多分ここ3分の1だからな。当たればいいんですけど。待った。ああ。さっきも来たよね。設計した人、絶対履歴書詐称してる。本当だよ。ああ、外したー。くそ。
が枯れ臭くなる。信号を見る感じ、スマホはかなり下の階か。おお、これスパイダーマンのあれじゃん、映画とかで見るやつだ。うお、かっこいいんだけど。内部の排気システムが侵入者ありとのことだ。アンダーグラウンドなら殺せ、スパイダーマンかティンカラーなら拘束しろ。了解。笑うとこやるな、マイルズ。ガリガリの割にはいいキックだ。あのおじさん、おじさんがプラウラー、父さんのファイルで見たよ。だろうな。聞きたいことが山のようにあるだろうが、今はここから脱出するぞ。こんな場所に侵入するとはな。目的のもの見つけるまで帰らないよ。いいか、俺はロクソンに雇われたことがあるが、敵に回さない方がいい。ここで捕まれば。なら手伝って。ねえ、親父に似て頑固だな。なら俺のやり方に従え。セキュリティ端末にアクセスして指示を出してやる。リモートマインだ。足止めされたら使ってみろ。いいな、絶対に捕まるな。レーザー付きの通気口に行け。どうやったの？こういうシステムは初めてじゃない。集中しろ。リモートマイン試してみるチャンスかも。おう、カメラはどうなってんだよ。また停電か？停電はハーレムだけだ。ライドが発電所壊したからな。2エリア以上影響受けてるだろ。へえー、すごいね。何を探してるんだ？スマホ。電波を探知した。かなり下の方から発信されてる。一番深いとこだとリアクターサイロの底だな。じゃあそこに向かおう。強い、これは。繋がってるはずだ。ニューフォームのリアクター。ああ、あるある。そうだ、あれだよね。君、ニューフォームはまだか？あ、増産しようとしてますが、メイソンがメモを残してなくて。それで？実は橋の爆破で無傷だった容器が一つだけ残ってると聞きまして。もしそれをいただければ。私が持っていれば渡している。もちろんです。ただその容器がないと納期を守るのは不可能だとお伝えしたかっただけで。その容器は私が総力を挙げて捜索中だ。だから今はラボに戻ってすべき作業を続けてくれるとありがたいんだがね。追い詰められてる。それで誰の携帯を探してる？ティンカラーの。なんで僕を見張ってるわけ？お前を守るためだ。光栄に思え。俺を現役復帰させたんだからな。おじさんがプラウラーだなんて。自分の甥っ子が携帯のために命を懸けてるとはな。さっさと済ませるぞ。リアクターに近づいてきたようだな。そいつらを倒せ。注意を徹底。やられてる、警戒しろ。よーし、あとはリアクターここにあるから、これを使って範囲に入ったら OK。 今味方がダウン。ファイダーマンだ。逃がすもん。うん、いつでも撃てるぞ。
すがだな。どうも。サイロはあの衝撃波シールドの奥にある。その端末を使って開けるんだ。もう不要な機械はね、壊してこい。この端末を使って開けると。ちょっと待った、他にもラボがあるってこと？ニューフォームリアクターもあるみたいだ。リックがこれで体調を崩したなら全部閉鎖しなきゃ。マイルズ、携帯を手に入れて脱出するぞ。開きましたね。先に進め。すぐに下にあるリアクターがこの施設の動力源だ。スマホは一番下。どうやってあのファンを通り抜けていこう。しかも敵も登場。マイルズ、分かってるな。絶対に捕まるなよ。雲の糸でなんかできないかな。解除して押して、この二人を近づけて、あ、外した。まだ一回クモ、ラガンケ、お前が怪我したり死んだりしてないか一応確認。サンキュー。実はおじさんが手伝ってくれてるんだ。地下鉄の作業員の？それが実はプラウラーだったんだ。話せば長い。またあのプラウラー？紫着て駆け回る泥棒の？元泥棒。それに手を組むのは今回だけだってば。前のおじさんがプラウラーで、かなり受け止めるのに時間かかりそうだよね。本当だよね。来るよ。また後で。でここで、で、ほら、リモートマインゲット。これはランダムで手に入るのかな。ワンの上のワイヤーを壊せば止まるだろう。ありがとう。なんとかファンを止めないと。無理か。これは何？上のパソコンが落ちてきたってこと？ファンの制御装置だ。くそ、なんとかあれを固定しなきゃ。ああ、わかった。やった。次はワイヤー。うわ、扇風機の径か。危な。こうして、そういうことか。で、止まったの確認して入る。充電しなきゃ。爆発しないでよ。やった。オッケー。カメラ、動画、あった。よし、コアダンプは2人で作業しよう。お前がオーバーライドして、俺が確認。ステップ1、ニューホームをこの世から消す。自分の作品壊して平気なの？こうはなりたくないだろう。世界を守らないと。いい、いいぞ。オーバーライド開始まで3、2、B。 私じゃない。リック、サボタージュ。まずまだ病人が出て、エンジニアが一人死んだところで誰も気には留めない。ビ
ビジネスに犠牲はつきもの。やだ、嘘でしょ、そんな。止められる、止めてみせる。やめて、リンク、リンク。いや、ダメだ、いい、死んだ。守ろうとしたリックをクリーガーが殺した。僕が奴らを止めてみせる。あのおじさん、そこからリアクターのシールド解除できる？なぜだ、携帯は手に入れた、行くぞ。リアクターのせいで友達が死んだ。二度と動かせないように止めなきゃ。おじさんお願い、手を貸して。ねえ、あのおじさん。よし、上がってろ。ありがとう。うわぁ、ヘッジェネレーターと同じだよね。ちょっとでかいだけ。何してる、マイルズ、やめろ。マイルズ、そこから脱出するんだ、動けるか。それで通路を進むんだ。これ、気分最悪。今にも体が張り裂けそう。それが、スマホが、エネルギーで、体が。マイルズ、なんとか言え、無事か。飛行機から落っこちた気分だけど、リアクターは止められたよ。あともう少しだ。ああ、証拠入ってたのに、これからどうしよう。しっかりしろ、俺が助けに行ってる暇はないんだぞ。では、止まれ、貴様を拘束する。やばい、捕獲命令が出てるな。なんで、何が出ない。そんなことはどうでもいい。とにかく捕まるな。おお、すげえ。ジャンプ。マイルズ、システムから締め出された。待ってろ。脱出させてやる。やった。待てー。これで敵を。ロックスは特別なベノム抑止技術を持っている。攻撃を受けると抑止効果で短時間ベノムが使えなくなる。どういうことか。あ、この体のこれか。オッケー、これ回復に回します。行くぞ、増援が来る前にな。うわぁ、そのクローキングかっこいい。仕組み行くぞ、教えて。左を入れ、右は俺が。いきます。まずいぞ、マイルズ、かなりな。大丈夫、2人なら倒せるって。心配してるのはそこじゃなく、出してきた後のことだ。クリーガーのブラックリストに乗ったぞ。攻撃を開始する。あらわだ。これでどうだ。リスト
ね。潜水受け付けてる。やつら電撃に注意しろ。敵に鋭意戦が通過するぞ。いや、今に分かる。手を休めんな。断念するんだな。このロケランチャージがね、地味にめんどくさい。ほら、あげる。はい、決まった。よし、この時間だ。行くぞ。いることを聞かんな。あなたが脱出しろ。身を隠してろ。誰も信用せず、絶対にマスクを取るな。ロクソンが次の獲物を見つけるまでな。それは無理。フィーを探さなきゃ。友人がティンから。道理で首を突っ込めたがるわけだ。それだけじゃない。僕は町を守る責任がある。フィンを利用しろ。アンダーグラウンドに入りたいと言う。でもマスク取るなって。はい、スパイダーマンとしてじゃない、友人として頼むんだ。すぐにバレちゃうよ。人というのは大事な人が相手だと愚かに。まさに今のお前みたいだ。真実を明かせば。俺もお前の父さんに打ち明けたぞ。兄弟、理解する。そしたら絶縁さ。あの時黙っていれば家族のままでいられたかもな。すべきことをしろ。それじゃフィンに電話する。いや、やめとこ。町を見回ってこようかな。そうしよう。マイルズ、アプリ出してからフォロワー何人増えたと思う？マジやべえの。何度も計算してみてさ。お前は広告嫌だって言ってたけど、やっぱ考え直してさ。嫌だ。そっか、やっぱ嫌だよな。言ってみただけで。スマホ見つけたのか？でもリアクターからエネルギー吸い取ったせいで溶けちゃったんだ。いや、なんでまだ生きてんの？一瞬もう終わりって思ったけど、ミニ爆発みたいな感じでエネルギー放出したんだ。ラボ全体が吹き飛ばなくてラッキー。マジでお前の新しいパワーメモっとかなきゃな。で、次のプランは？アンダーグラウンドに入りたいって言えっておじさんが。それでニューフォームを奪えばフィンの計画も阻止できる。おい、それって嘘つけってこと？そうなるよね。他に手がかりもないしさ。それじゃさ、まさかプラスマイナスリスト？プラスマイナスリスト大正解。そんな暇ないよ。だよな。ま、頑張れよ。じゃあまたな。はい、ということで今回は、ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。